こんにちは、くーたろうです。本日の動画はスーパーつるやの商品の中から掘り出し物を探せというコーナーになります。今映っている7つのレトルト食品すべて食べてみたんですけど、感想とですね、個人的おすすめ商品を紹介していきたいと思います。商品のラインナップなんですけど、左上から牛丼、中華丼、五目麻婆豆腐丼、ビーフハヤシ、ポークカレー、ビーフシチュー、ビーフカレーとなっております。他にもバターチキンカレー、グリーンカレー、マッサマンカレー、キーマカレーなどあるんですけど、ちょっとカレーの方が苦手なのでポークカレーとビーフカレーのみとさせていただきたいと思います。それでは1品目、中華丼から紹介していきたいと思います。国産豚肉、国産の白菜、エリンギ、玉ねぎ、タケノコ、人参、キクラゲを使用し、素材の味を生かした具材感のある中華丼の素です。内容量は 200g です。製造しているのがアーデンという小諸市にある企業です。見た感じ具沢山ではあるんですけど、一つ一つの具が細かく切られている、そんな印象です。とろみもあって味も中華丼そのものでした。個人的に中華丼には酢が必須となっております。タケノコなどの食感もちゃんとあり満足できました。やや塩気が気になりますが、全体的に美味しくいただけました。続きまして牛丼です。鶴屋契約飼育ニュージーランド産穀物飼育牛肉と国産玉ねぎを使用し、素材の味を生かした具材感のある牛丼の素です。内容量は 160g です。主なトッピングはシンプルで、玉ねぎ、牛肉、白滝といったところです。中華丼同様、チェーン店と比べ牛肉は細かくカットされております。この牛丼は何といっても生姜の味が効いているというのが特徴的です。一線を画す牛丼となりますので、たまには違った牛丼を食べたいといった方におすすめできるかと思います。続きましてビーフハヤシです。鶴屋契約飼育ニュージーランド産穀物飼育牛肉、信州産エリンギを使用し、特製デミグラスソース仕立て、素材の味を生かしたどなたにも食べやすい味わいのハヤシです。原材料にエリンギ、トマト、人参、セロリ、牛肉、ソテーオニオンなどが入っております。ビーフハヤシは辛さ指標が入っていて、辛さのランクが2となっておりました。不思議なことにカレーライスは苦手でも、ハヤシライスは大好物であります。だいたいスプーンですくえるトッピングはエリンギと牛肉と人参です。デミグラスソースの酸味とコク、バランスの良い配合でスプーンが止まらないほど美味しくいただけました。レトルトの中では一番一般的に食べられている味わいに一番近かったのがビーフハヤシでした。次に紹介するのがビーフカレーです。鶴屋契約飼育ニュージーランド産穀物飼育牛肉、これは牛肉に関しては毎回ニュージーランド産なんですかね。信州産エリンギ、リンゴを使用し、素材の味を生かした具材感のある大人のビーフカレーです。トッピングがエリンギ、玉ねぎ、人参、リンゴ、トマト、牛肉、ソテーオニオンなどです。辛さは3、中辛にあたります。レトルトのカレーすごい久しぶりに食べたんですけど、これがね意外にいけました。正直言うとカレーってこんなに美味しかったっけって、驚きながら食べてました。まあ何の変哲もないザ・カレーという感じなんですけど、特徴的な香辛料ちょっと苦手でね、それがない分すごくスムーズに食べれました。辛さもね中辛ということで、程よい辛さも良かったです。続きましてポークカレーです。
国産の豚信州産リンゴエリンギを使用し、リンゴと蜂蜜が溶け込んだ素材の味を生かしたお子様にも優しいカレーです。トッピングは調味料以外ビーフカレーとほぼ同じです。牛肉が豚肉に変わってるぐらいでしょうか。辛さはやや甘口の2でした。今回のライスは白米ではなく玄米です。ビーフカレーと比べるとやや黄色みかかったカレーです。こちらのカレーもね、私のよく知る日本のカレーといった感じでした。甘い中にもほのかに辛みを感じる、そんなカレーです。自分の味覚がちょっと子供っぽいところがありますので、ビーフカレーよりもポークカレーの方が甘くて美味しく感じました。エリンギのね、このコリコリ感もいいアクセントになっておりました。信州産リンゴ、信州産エリンギと入っておりますので、県外のお客様からしてもすごく魅力のある、そんなカレーですよね。次はビーフシチューです。鶴屋契約飼育ニュージーランド産穀物飼育牛肉、信州産エリンギ、ブナシメジ、リンゴを使用し、素材の味を生かした具材感のある大人のシチューです。トッピングはエリンギ、ブナシメジ、人参、リンゴ、トマト、セロリ、牛肉などです。ビーフシチューはトッピングの大きさ、特に牛肉が一番大きく感じますね。内容量も納得の 220g 入っておりました。この時点で気づかれている方もいらっしゃると思いますけど、ビーフシチューにライスの組み合わせはまあ合わなくはないですけど、今回のラインナップの中では一番合わなかったですかね。ビーフシチュー自体は高級感あふれる味わいでとても美味しかったです。トッピング自体も豪華ですので満足感は高いと思います。最後に紹介するのは五目麻婆豆腐丼です。国産鶏肉、豚肉、タケノコ、キャベツ、人参、エリンギ、玉ねぎ、国内製造豆腐を使用し、素材の味を生かした具材感のある五目麻婆豆腐丼の素です。辛さ指標は3の中辛です。こちらもトッピングは小さめにカットされております。こちらの麻婆豆腐、とろみはほぼなくてスープカレーのようなシャバシャバしたものでした。とろみがない分、辛みがダイレクトに伝わる感じがしました。タケノコのコリコリした食感が大変良かったです。というわけでお送りしました、釣りや掘り出し物を探せ。今回はレトルト食品を紹介しました。個人的にまたリピートしたいと思ったレトルト食品はビーフハヤシと中華丼とポークカレーです。まさか自分の口からポークカレーというね、レトルト食品が上がるとは最初は全く思ってもいませんでした。まあそれだけ美味しくいただけたのは良かったと思います。皆さんは鶴屋のレトルト食品で何を購入していますでしょうか。おすすめ等ありましたらぜひコメント欄にて聞かせてください。このコーナーでは鶴屋オリジナルメニューを食べ続け、掘り出し物を探そうというコーナーになります。引き続き調査の方をしていきたいと思っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。